はい、それじゃあね、今回は2010年第1回第3問、問1番の、ね、問題やっていきますね。ちゃんと予習しましたか？はい、予習してない人、ちゃんとやってから聞いてくださいね。はい、問1番、問題を読んでいくと、エンドウ材料に交配実験を行った、この植物の種子の子葉の色には黄色と緑色がある。自家受精を繰り返し、純系 を作った子葉、子葉が黄色、黄色ですね。黄色、子葉の色が、子葉。子葉が黄色のやつと、ね、その後ろを読んでいくと黄色になる種子を作る純系の個体と子葉の色が緑、ね、黄色と緑になるんですね、はい、でそういう純系、そういう、ね、純系の個体を交配したわけですね。でその結果得られた雑種第一代の子葉の色が全て黄色だったね、はい、全て出てきましたね。全て出てきたら親純系ね、まあ親純系って今回書いてありましたけどね。で F1 の形質がね、まあ、今回純系同士交配してますから優勢の形質によって F1 によってね F1 で出てきた形質の方が優勢ですね。で今回黄色って出てましたから黄色の方が優勢ですね。じゃあ遺伝子の設定こういう風に設定してあげましょうとね。でこういう風に設定してその後ですね、もう続き読んでいくと、F1、育った個体ね、 F1 をね育ってその個体同士はね自家受精によって得られる雑種第2代 F2 を、F2 をね得ると表現型の分離比は黄色対緑イコール3対1になりましたよと。まあそれはそうですね。最初ね、一番最初に黄色同士の純系の個体同士をね交配して、黄色と緑のね純系を交配し生まれた個体はね、まあ黄色でしたけどラージエスモールですね。でラージエスモール同士を交配するとどんな個体が出てくるかなって言ったらラージエラージエね、ラージ A、スモール A、で、スモール A、スモール A って出てきますけど、こいつらが1対、全部ね、1対2対1でね、で出てくるんですね。で、こっち側がね、黄色ですね、ラージっていうやつがね、出てきますから、こちらが黄色で、ね、これが3ですね、3。あ、イコールのとこからね、やると、いや、なんかおかしいですね。よいしょ。こちら側が3で、で、こっちが1ですね、3対1。ちゃんと黄色対緑が3対1になってるなと。で、その後、下のところに、ね、そのなんか図飛ばして、ね、得られた F1 の遺伝子型の表、遺伝子型を判定するための検定交配を行った。その結果、黄色の、子葉の色が黄色と緑の両方現れた。そろそろですね。どんな交配してるかなって言ったら、検定交配ですから、ね、F1 を検定交配するわけですから、F1 の遺伝子型はこれ。で、検定交配するときは、劣性ホモを開発するわけですから、スモールスモールですね。で、こいつ交配したらどんな子供が出てくるかなって言ったらね、まあ、一応他の表書いてありますか？こうなります。ですからね、ラージ A、スモール A とスモール A、スモール A、ね、っていうのが、ね、1対1ですね。その後ろですね、遺伝子記号は子葉を黄色にする遺伝子ラージ A と緑色にする遺伝子スモール A とすると、ね、今回勝手に最初こう置きましたけどこれでこのままでいいんですね、はい、でその後 F1 の遺伝子の組み合わせはホモかヘテロか、うん、ホモかヘテロかヘテロですね。いこう。でその後、また雑種第2代の遺伝子型の分離比はラージ A、スモール A、スモラージ A、ラージ A 対ラージ A、スモール A 対スモール A、スモール A はどのような比であると考えられるか、どんな比ですか、ね、ラージ A、ラージ A 対ラージ A、スモール A 対スモール A、スモール A は1対2対1ですね。ってことで、ヘテロで1対2対1ってなってるやつですね。ってことで、回答の番号は2番ですね。はい。4点の問題ですね。はい、しっかりとね、再現しておいてください。はい。これで、じゃあ今回は終わって、次の動画はね、2010年第1回第3問問2番のね、問題を解説していくので、次の動画へどうぞ。